日本ままで来ました、ね、やっぱり電化製品というとやっぱり日本憧れって大事ですよね STAP ワールドカップというのは今年になって100カ国地域で1回シリコンパレでみんな来てもらって、うん、そこで決勝戦で1億5000万円の投資証券もらいます今年初めての予選で九州でありますこれ熊本であります日本でも多分いろんなイベント多いですけれどもグローバルにつなぐイベントが少ないとチャンピオンにならなくても人生が変わるんですよアメリカ市場で成功するためのいろんなノウハウを提供する というのも重要な役割なります、ね、<laughs> 皆さんこんにちは米倉誠一郎の部屋 Power to the people、えー、今回もです、ね、前回に引き続いてベンチャーキャピタリストのアニス・ウッザマンさんに来ていただいてますなんでこんなに日本語が上手いのかと思うぐらい上手かったと思うんですが日本に留学してたんですよねはい、先生あの学生時代に東京工業大学で工学部学ばせていただきました 東大で学部、学部ですよく日本まで来ましたね。はい、それはどうして日本で勉強しようと思ったんですかえっと先生やっぱり高校卒業した時に、うん、あの工学部をやりたかったんです。工学部ね。で、うん、工学部で見た時に、うん、まあやっぱり海外でも勉強したいと思った時に、うん、あのやっぱり電気電子情報工学部やりたいと思った時に。うんうんうん やっぱり日本の電化製品って先生、その頃は。その頃はね。強かったんですよね。ごいですよね。うん、あの、うちのテレビもソニーのテレビだったし、うんうん、冷蔵庫が日立だったんです、うん、だから電化製品でアメリカの製品がなくて。くてね、全部日本の製品がやっぱりクオリティが高くて、うん、あの、ちょっと値段高いけれども、アメリカの製品より、うん、あ値段高かったんですか少し高いですね、マージンがやっぱり日本の。ソニーとかね。でもやっぱりステータスだから、ソニーのテレビ持ってるのは、あの、普通の、 G のテレビよりもちょっと高いし、でもやっぱり持ってると G よりカラーもすごい綺麗だし、本当に白黒のテレビからカラーに映ったばっかりだったので、電化製品というとやっぱり日本。そうですよその時まだサムさんがなかったんですね、そこまで。だから、えっと、まあ、やっぱりそういうエレクトロニックの勉強したいから、電気電子情報工学だったら日本の方もいいのかな偉い と思ったんですで、ちょうど日本の、えっと、文部科書から奨学金の、えっと、ま、宣伝が、あの、大使館経由であって、で、その時アメリカに住んでるんですそでそれで申し込んで、で、ちょっとうまく通って、日本語はどう知ってたんですその頃。日本語できなかったんですできないですよね。ゼロです。ゼロ。ゼロです。もう、この日ちはもできなかった。こんにちできないで。はい。でも日本で学ぼうと。日本で学ぼう。 でもね、僕そういう憧れって大事ですよね。スティーブ・ジョブズでさえソニーだって言ってたんですもんね。そでじゃそれと同じに、電子工学だったら日本。日本。ということで、したと。はい。はい、で、ちょっとその話を行く前にですね、大事な話をする。今、そういう意味では、若者の、まあ、希望になるような催しとして、スタートアップワールドカップっていうのをやってますよね。はい、やってます。これはどういうコンセプトで始まる はい、イスターップワールドカップというのは、うん、えっと、今、グローバルで、えっ、ー、と、皆さんある、えっ、ー、と、ベンチャー、 プランコンテスト。プランコンテスト。ベンチャーピッチですね。ベンチャーピッチとか、ビジネスプランコンテストなんですけれども、えっと、これ今全世界で広がっていて、まあサッカーワールドカップのベンチャーバージョンとわかりますね。ワールドカップですから。ワールドカップから。スタートアップあの、同じものなんですけれども、えっと、今、あの、今年になって、先生、やっぱり100カ国地域で、100カ国えっと、予選を行って、それぞれの国と地域の予選チャンピオンを、えっと、まあ最初に出して、 で、そこで、えっ、ー、と、まあ、一回シリコンバレーでみんな来てもらって、うん、そこで決勝戦にやる。各地域で予選をやって、で、そこの選ばれたチャンピオンが,ンオンがシリコンバレーに集まって、決勝戦。最終ピッチをして。<と>ピッチして、で、そこで選ばれる世界チャンピオンが、まあ、我々の、あの、このスタートアップワールドカップから1億5000万円の投資賞金もらえるんです。<laughs> なるほど。はい。 これはでもある意味では若者にとっては夢ですよね。最後はシリコンバラに行ってピッチして、はい、1>, まあ1億5000万、まあ、1ミリオンダラーの賞金が投資商品として出るだけじゃなくていろんな人たちとまあ出会えるし。やっぱりここでピッチするときにシリコンバラの特徴は先生も見ていただいたと思うんですけれどもやっぱりあのアメリカのトップのベンチャーキャピタリストとか、うんうん、アップル、グーグル、フェイスブックみたいな企業の 例えば、あの、戦略投資の方々とか、あの、みんなここに、やっぱり会場で見に来てるんですね。うん、とすると、まあ、もちろん我々の、あの、スタートアップワールドカップ側から1億5000万の証券あるんですが、投資証券になりますが、やっぱりそういった方々にも見られているので、やっぱりそういったいろんな企業とのパートナーシップ、いろんな企業からの追加投資、あと、まあ、マーケティングの機会、グローバルレベルでいろんなメディアも来てるので、そういったところがあるので、あの、やっぱり、 日本からだと先日されてる企業でも、まあ、日本企業じゃなくなるんですね。グローバル企業になりす。先ほど言ってたね。その瞬間。前回優勝したのは日本企業でしたね。ちょうどそうですね。2023年、去年の世界チャンピオンが、えっと、日本で、えっと、AI を使って、えっと、インフルエンザの早期発見。インフルエンザなんですかはい。あの、喉の病気だったら。まあ、あるいはガンもあるし、そ喉の写真を、 大量にとって、それをデータ。これをビッグデータを使って AI で分析する。判定してるんですね。今インフルエンザだと先生やっぱり鼻の中で。あの痛いです痛いやってやらなきゃいけないし、待たなきゃいけないんですよね。あの。その写真でパシャッと撮れば。その場で判定できるし、あとまあ実際に当局の、まあ承認も撮れるので、技術としては。なるほど。 だから、その面でグローバルのテクノロジーだし、彼らは世界チャンピオンになったんです。すごいですよね。はい、それで、あれ、医学部の方ですよね、沖山君っていうのは。もともと学校なんですね。<者>はい、医者ね。はい。いや、だからそういう方にとっても、なかなかに医者出身の,あのベンチャーがっていうのは、日本では珍しいですけど、まあ、海外に行けばディープテックとか、そのメディカルテックいっぱいいるんですが、はい、あれが世界でこう、 賞を優勝チャンピオンになるっていうと、またこれ、オポチュニティがすごいでしょうね。そうです。あの、彼のテクノロジーが、やっぱり、うん、審査員もほとんどアメリカ人だったんですけれども、うん、やっぱり彼らから見ても、やっぱりグローバルで通用する。やっぱり、医学部のテクノロジーって、ランゲージがないし、文化もないです。うん、どこに行っても使える,とい,るというところが、多分いっぱい大きく認められた一つの理由じゃないかなと思うんですね。うんうん、でそれを、これでこと今回で5年目です。五回目。 はい。5回終わって、今年は6回。回目。回目はい。日本では今年初めて、先生。うん、えっと、日本で3カ所で、あの、行いますけれども、今年2024年の5月の21日には、京都。京都大学でありますそう、京大。しかも僕が知らない間に、京大特民教授じゃないですか。そうです、先生。ダメですよ、<laughs> 人のところに入ってきちゃう。<laughs> <laughs> ビジネススクールでちょっとですね。ビジネススクールで。はい。PCO、CB、あの、ベンチャーキャピタルとか教えるわけですか。そうですね。その辺の情報をですね、ちょっと学生たちとシェアしていく教団やるじゃないですかね。なるほど。で、その次にですね、先生、えっと、東京で実は予選があるのは、えっと、7月の19日です。はい。で、その後最後に、今年初めての予選で、えっと、これ九州であります。これ熊本であります。熊本。はい。これが8月27日なんです。 こ日付が入ってますね。はい、もう、8月27日、はい、終わりました。日に言えないと思うった。ちゃんと覚えとけた。<laughs> いやーでもね、僕この間ね、熊本行ったんですよ。そしたら熊本は結構暑いですね。要するに TSMC が来て、はいはいで、台湾からの直行便も来て、で空港も駅も新しくなって にぎわってました実はですね、先生、私たちも、うん、えっと、実際に日本でも広げた理由があって、うん、ちょっと先生、バックグラウンドに戻りますと、私たち、なんでワールドカップ作ったかという話をちょっとさせていただきますと、うん、私たち、やっぱり投資してるときに、私あの、南アメリカでも投資したことありますし、うん、東南アジアでも投資したことあるし、アフリカでも投資したことあるんですね。うんうん 何言いたいかというと恵まれてないところで投資してたんですね、うん、で投資した時にやっぱり恵まれてない国の企業家たちはやっぱりグローバルにつなげるプラットフォームはないねっていうふうに言われてたんですど。なるほど日本とかアメリカとかイギリスとかアメリカとかいくらでもいろいろあるじゃないですか交流というのが。でもやっぱりその恵まれてないところがないのでそこで私初めてスタートアップワールドカ作ると思ったんですね。 で、一番最初2017年の時に15カ国でスタートしたんですけれども、うんうん、それがですね、どん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 増えて、今年になって2024年で100カ国地域が参加することになったので。カ国で、メインの目標だったのは、こういった恵まれてない企業家たちもいろんな国からシリコンファリにつながって、やっぱりアフリカの企業家でも、南アメリカの企業家でも、やっぱりちゃんとその世界の場で立って自分の やっぱりイノベーションの発表できて、うん、そこでいろんな人と繋がって、それで一部の企業でも成功すれば、ワールドカップにとっても大成功なんですね。なるほど。基本的それやりたかったんですね。もういいことですね、本当に。本当にいっぱい繋がったことあります、ね、先生、うん。やっぱり、あの、私、いろんな国の企業と話しすると、うんうん、例えばワールドカップに来て、うん、あの、まあ、トップ10社になれてないとか。うん 1,2,3に慣れてないけれども、うん、でも資金調達できた。ありがとうって言ってもらったことあります。なるほど。これがやっぱり何よりもワールドカップのメインのミッションなんですね。うん、チャンピオンになれるのは社しかないので、うん、でもこの残りの例えば99社も、やっぱりそれなりのベネフィットがないと、やっぱりワールドカップの意味合いがないので、それがやっぱりがやりたかったんですね。なるほど。ただし、日本で会った時に先生1個感じたことがあります。うん 私ずっとやっ,ぱりやっぱり我々もやっぱり外国、うん、アメリカから来て日本にやってる時にいくら何でも東京でやっちゃうじゃないですか。うん、やで,、ね、でやった時に今度地方に行くとやっぱり、うん、あみんなやっぱり遠いから、うん、やっぱり資金もないし、うん、だって考えてみてください九州からここに来て帰ってもこれは飛行機代だけで4万5万かかるんですよ。 もっとかかりますよね。これは出せないですね。うん、やっぱり、あの、そういった若い企業たち、うん、そこまで資金力もないし。いしあの、ア<も>ベンチャーの真っ最中ですからね。そうです。うん、となると、思ったのは、やっぱり遠くでやると、まあ、数百社申し込んでくるんですけれども、うん、やっぱり地方からやっぱり、なんか、なかなかやっぱり申し込めないというか、届かないというところがあって、そこで、まあ、もうちょっと増やそうと思って、うん で、それでですね、やっぱり京都やっぱりものづくりというところで結構やっぱり話が大きいので。でね日ね、はい。京セラも。だからものづくり系のベンチャーも、やっぱりそこでオパッーションで作ろうと思って、去年の京都大学と話して、うん、京都で予選にやるようになったんですね。うん、で、今年2回目なんですけれども。うん、でも、そこでやっぱり抜けたのは、このやっぱり西の。いいのはい。うん、ところであって。ね、そこで何年か前から少し熊本から少し声かけあったんですけれども、ちょうど彼らも見てくれて、あの、最初はちょっと小さい形で、 あの、まあ、やろうというふうに思ってたんだけど、でもやっぱり、熊本の市長、うん、大西さんが、やっぱり他の市長にも声かけて、これやっぱり予選に捨てたあせて大きくやりたいです。うん、というところで、今年初めて、休止やることになったので、我々にとってはもう地域蘇生です、これは、うん。なるほど。なぜかというと、これ、やっぱり TSMC が入って、ものすごい今動いてるところでもあり、このスタートアップワールドカップが入ることによって、 あの、九州の若い人たちにとって大きな勇気と、やっぱり希望を与えられるというふうに思ってるんですね。やっぱり、全国から、やっぱり、みんながやっぱり九州行って、このワールドカップをやることによって、うん、あの、九州とか熊本もやっぱりハイライトされるし、うん、そこの起業家にとっても、いろんないいネットワーキングの機会になるんじゃないかなと思ってます。ですよね。えー。で、多分、九州、他の県からも来るでしょうけれども、まあ、関西から まあ、京都もいいけども、行ってみようとかね、出ることがあるし、いや、欲の皮が突っ張ってるだけかと思いましたが、これわかんないでしょ、日本語ちょっと難しいんですけど、えいいことやってますね。いや、先生、でもやっぱり、そ我々にとって世界中のね、貧しい人、をアントレプロナーを支援する、あるいは、地方創生って言いましたけれども、九州の熊本も特に地震がありましたからね、そういう後を、 やっぱり希望が必要ですよ、ね。は、う、い、ん。必要ですね。それは。このワールドカップいいきっかけになってほしい。ですね。あの、私も思うには、今回、金賞が最後の予選で、うんうん、多分、全国から申し込みが来るんですね。なぜかというと、やっぱり、ワールドカップで1回申し込んだら、2回も申し込めないことはないです。うんうん、何回も申し込めるんですね。うとすると、清都で、 落ちても、だからできることは。男は電話がかなくても、みんな九します。なるほど。そうしたら九州でみんな集まるんですそうですね。ちな創生ですね。そうです。しかも、まあ今話題ですからね、TSMC どういう会社かなとかね、どんなとこにあるのかなとか、半導体に、まあ半導体に関する集積が起こるでしょうし、えー、そうすると AI も必要ですし、いろんな意味でインパクトありますね。 だったあります先生。だから、ちょっといいタイミングだったし、うん、我々もちろんあの、TSMC の動き見えてなかったんですけれども、うんうん、でも、ちょうどいいタイミングで。それは無関係だったんですね。無関係だったんですね、うん、最初は。はい、熊本の前から言われてて。言われてて、ちょっと声もかかって、うん、彼らも見に来てくれてて、熊本、うんうん、C がですね、あの、メインで握っていただいて、でもやっぱり今回、先生、この熊本 C だけじゃなくて、福岡市、別府市、北九州市、 あの、もう、やっぱり、あの、公園に入って。いいですよ。はい一緒に、ね。プラス、非合銀行さんですね。うん、やっぱり地方銀行さんも、やっぱり。なるほど。あの、いろいろ支援していただいてるので。そう、大事ですよね。大事、ね、だから、僕なんか思うんですけど、日本って、カルフォルニアより小さいんですよ、面積が。それなのに、福岡と阿久津機とかね。はい。もう何言ってるんだと。<laughs> みんな一緒になってやればパワー出るし。出ます。ね東北もそうなんですけど、ですから、まあ、今回、あの、九州でやるって言ったら、その周りのみんなもあそこに行こうと。九大の人も来ようとそういうのすごくいいですね。自分が投資活でやった時に、うん、やっぱりグローバルで投資活をしようと思ったんですね。 やっぱりアメリカから見て他の国ってやっぱり恵まれてない国も多い,じゃないですか。やっぱり。ね、はい。だからやっぱり東南アジアとか、やっぱりインドネシアとかで投資すると、やっぱりなかなか、あの、 うまくできてない。うん、あの、なかなかやっぱり資金旅行がないというところはやっぱり感じなんですね。うんうん、やっぱりいろんな人に言われるんですよね。なかなか、アメリカもアメリカでシリコンのファルあるけれども、なかなかビーサも降りないんですよ、うん、実は。ああ、そうか。はい。そうですね。で,で、ビーサもやっぱり大変だったんですね。うん、でも今、スタートアップワールドカップだと、どの国でもビーサ降りるんです。 れね、我々は、これはですね、きちんとやっぱり、正式的なデータを作って、うん、もう大使館にまで声かけしてるんですね。これは絶対にみんな通してほしい。だからスタートアップワールドカップでビーサー降りないことはないですよ。それはすごく大事なことですね。だからそれがワールドカップでやりたかったことなんです。恵まれてない国だけど、うん、例えば、 今まで例えばアフリカだったりとか南アメリカだったり、実は難しかったりするんですよ。難しいですよ、ね。これはまあ言いたくない話なんですけれども、うん、も現実なんです。現実ですね。でも、スタートアップワールドカップのから、やっぱり直接インディテーションがあると、我々からもそれぞれのやっぱり大使に声かけて、やっぱりそれぞれの大使館にも声かけて、きちんとそれ通すようにしてるす、なるほどそうしたらみんな来てくれるんです。そうすると、まあもちろんアフリカとか、まあ中東なんかからも送るのは難しかったんですけど、あれですけど。 あの、そういうビザが出るっていうと、ますます、ポチュニティの国に行きたいってね、いうふうに思う人はいるだろうし、アジアでは今、どの辺が盛んなんですか投資という面で言うと。投資っていうか、その、参加してくる。はい。先生、やっぱり、あの、まあ、隣の国。の国あの、中国が、多<い>あの、予選が結構あって、うん、あの、いろんな、あの、やっぱり国も国としてちょっと大きいし、あ,ね、あの、予選がですね、香港にもあれば、うんうん あの、西安にもあれば、はい、西東にもあれば、うん、上海にもあるんですね。だから結構いろんなところでイベントやって、うん、中国から来る、あの、スタートアップの数が多いですね。すねあと、先生、インドネシアです。インドネシアも人口がやっぱり2億6千万人もあるので、うんうん、インドネシアでもやっぱり結構大きくなるんですね。うん、やっぱりスタートアップあるとか、申し込みの数も1000社とか、そういう規模なので、<laughs> あの、<車>本当にやっぱり我々にとっては審査し、診察するのはすごい難しいです。 なるほど。インドネシアね。はい、でもそういうような。まあ、日本のベンチャー活動って言ってもアジアとかそういうアフリカまで視野に入れてやってるところはないですもんね。難しいですね。うん、日本でも多分ね。ろんなイベント今すごく多いですけれども。で,ねうん、でもやっぱりグローバルに繋ぐイベントが少ないと思うんですね。やっぱり日本でええー、と勝ち抜いてもこれで終わらないですね。この後に何が来るかというと。 我々ペガサス側からメンターが入って、うん、このチャンピオンたちを、やっぱりシリコンバレーの世界のステージに立つために研修させてるんですね。うん、何度も何度も練習させて、うんうん、我々なりに全部の、あの、彼らが見てる発表の内容まできちんと整えてから、 アメリカに登壇させてるなるほど。だからこのスタートアップワールドカップの東京チャンピオンとか京都チャンピオンとか九州チャンピオンになっても、その後ペガサスの厳しい訓練が入るんです。<laughs> なるほど。で、その訓練が終わったら、やっとシリコンファニストに立つので、うん、彼らもですね、グローバルの難しさがビングし勉強になるし、ね、うんうん 例えばそこでチャンピオンにならなくても人生が変わるんですようん、うんあ。グローバルレベルで勝つためにこれぐらいアップグレードしないといけないです。うんうんうん、なるほど。というところが実感してもらってるんです。いいですね。前回の時に、まあ、ベンチャーキャピタル、重要な役割は、今言われたようにお金だけじゃないんですよね。はい、つけるのが。いろんな知識とか、ね、それから法律の問題とか、そういう 新しくグローバルで成功する、あるいはアメリカ市場で成功するためのいろんなノウハウを提供するっていうのも、ベンチャーキャピタルの重要な役割なんですよね。そうです。だからそれは、やっぱり銀行ではないですよね。はい、ね、やっぱり難しいですね。はい、うん、やっぱり今あって、シルコンバルデー先生ご存知の通り、 あの、やっぱり資金プラスナレージを提供すると、それがイコールスマートマネーと言われるし、資金プラスナレージがないと、それがダンボマネーと言われるんですね。<laughs> あの、だからみんなダンボマネーも欲しくないですね。<laughs> なるほど。やっぱりみんなスマートマネーが欲しい。ダンボマネーいっぱい溢れてるかもしれないな。なるほど、スマートマネーっていうのは、ナレッジがついてこないとダメだと。マネーは意味ない、ねね。頭、スマートじゃないと。 何らかのやっぱりプラスアルファのそれが、ね、いい言葉聞きましたあのベンチャーキャピタルはスマートマネーなんだと。スマートマネーなんですただね、お金の話じゃなくて。いろいろつな話するね。はい、いや、だから、シリコンバラで僕も前データ見てびっくりしたのは、創業者が社長であり続ける例って多くはないんですよね。はい、ある意味では途中から経営者でさえこれした方がいいよと。でで創業者は創業者ね。 はい、違うステータスもあるし、手に入ったお金でシリアルアントレプランになることもあるけれども、はい、10人の会社を経営するのと、100人、1000人の会社をする経営するのと、ノウハウが違うから、はい、そういう意味では経営者すら、こう、スマートマネーと一貫として提供するっていうとこで、ね、とです。とです。ねなるほど。ということで、今回もなぜ日本語がこんなにうまいのかという謎にはですね、<laughs> まだ入り込みませんでしたが、次回はそれについて深く追求したいと思います。アニスさんありがとうございました。ありがとうございます。